号砲鳴って第8レース一次予選スタート。ここは我慢比べとなりましたが、4番車飯田達也選手が渋々前を取らされるようです。先頭と2番手かなり車間がきます。そして4番飯田達也が1車誘導員と距離をかなり詰めようとしております。2番手以降も縦に長くなって、これからラインは作り始められるところでしょうか。3番の矢口大輝、2番手、1番金子隆、5番松岡達弘、松岡達弘には2番の松尾慎太郎、本戦九州の2人は連携完成であります。7番の青井健二が現在6番手、6番の相笠翔太、8番宗像二郎、7、8番手東北2人も連携完成しております。1番後ろ9番車羽生篤弘です。前の方に目を転じましょう。2周第1コーナー、千葉コンビが前で並びを作りました。3番の矢口が正攻法であります。先月の富山の F1 で決勝進出の矢口バック10本です。同県4番の飯田達也、千葉両者です。9番の羽生篤弘上がってまいりました。バック12本を持っております。前走の地元岸和田で初日の1着です。初連携は1番愛知金子隆、佐世保記念は久々7年ぶりの登場となります。先月は富山の F1 で決勝に駒を進めております。5番手から5番の熊本松岡達弘117期生、今日は羽生と同期対決になりました。5月の名古屋で S 級初優勝も経験している松岡達弘、番手は2場所前の松山で準優勝2番松尾慎太郎、九州勢であります。7番車徳島青井健二はまず本戦九州の後ろから様子見のニュアンスが7番手です。3周回目に入っております。8番手9番手東北勢後ろ攻めとなります。バック6本持っている6番の相笠翔太には8番青森の宗像二郎がマークいたします。第3周回3コーナー、2対2対2対1対にかなり細かく分かれています。2センター8、9番手東北2車、6番相笠、8番宗像コンビから動いていきます。左手赤番です。9番羽生の横を通過、踏み込んでいきます。 8番の宗像の後ろ、5番の松岡ラインがすぐに切り替えます。打掌の周回です。一旦東北勢は前に出て様子を見て流しています。そこを5番の松岡達弘抑え先行です。7番の青井は終始九州勢追走、後方から9番の羽生が挑んでいきます。同期松岡に挑戦状、真っ向勝負を5番の松岡は近畿一部2人をすんなり出させた。5番の松岡、車間を上げて3番手、レースは最終周回です。9番羽生の先行、1番の金子、車間を上げて5番の松岡、2番の松尾、7番の青井は終始この後ろ、6番の相方、6番手、8番の宗像離れました。3番の矢口も後方8番手です。5番の松岡、車間を上げてタイミングを励ます。ここはもう追い込み勝負に勝ちそうだ。2番の松尾慎太郎、4番手、横浦が直線、9番羽生先頭、羽生先頭、3番手から松岡の追い込みが届いたか、並んでゴール。前は並んでいます。力どちらか、羽生と松岡同期の1着争いです。なお3着入線は1番の金子隆、3番手から松岡、追い込み勝負、果たして届いたのか否か。リプレイご覧いただいていますが、同期対決はわずかに内、羽生選手勝ちました。逃げ切り勝ちです。9番5番1番2番の入着です。羽生篤弘、松岡達弘、金子隆の上位3名です。審判の決定お待ちください。8レースでした。